はい、メダ家族どやす、いつもご視聴誠にありがとうございます。あ、ちょっと見えちゃった？もう今日ね、セリアさん行ったんですよ。で偶然知らなかったんですよ、これ発売してるっていうのね。偶然見つけちゃって、じゃーん、メダカ撮影用ケース、白ホワイトね、はい、なんですよ。まあブラックのやつが出たじゃないですか、結構前だよね、半年ぐらい前になるのかな。どうだったっけ、ね、まあ、その時以来なんじゃないかなと。最近ね、これ出たんじゃない、俺知らなくて、で急遽調べたの。そしたらインスタで一人、今日ちょうどね、今日、あ、昨日か、昨日ね、アップしてる方がね、おられました。うん、他はね、見てない、まだで、10個ぐらいあったな。で、2回目だって言ってた、その店員さんに聞いたらね、し、入ってきたのが2回目だって言ってた。だから結構もう回ってんのかな、いろんな人に。うん、ただね、まだね、これが出たばっかりだから、22日に最初に入荷したって言ってたんで、これはね、まだまだなくなるよ。すぐは、もう、すぐはじゃない。すぐなくなる。はい。じゃあね、これ、ちょっと、まあ、ブラックとね、そんなね、機能的にはもう、ただブラックなのかホワイトなのかの違いだけど、やっぱちょっとね、どんな感じかっていうのを、もう、はい、行きましょう。はい、行こう。こんな感じなんですよ。ねえねえねえ、変わんないでしょ、形状変わんないでしょ、うん、改良を加えてもないな。良かったんですね、前回のが結構評判が良かったということでしょう。うん、これでも100円でこれできちゃうってすごいよなって毎回思うわ。うん、すげえわ。ちょっとこれでパシャリパシャリみたいな、これでちょっとこれで、あ、でもいいかもしんないね、これね、血のメダカ入れるとちょうどいい撮影の感じになるかもしれない。ちょっとね、入れてみるよ、組み立てて入れてみるな。はい、水入れちゃってるんだけど、水だけ入れたらこんな感じだね。おち、これくらいだな。じゃあメダカ入れるよ。いいのかな、これでいいのいいのかな、うん。これはね、まあこれもいいんだけど、ちょっとこれ外出した方がいいな。ちょっとさ、これピントが合ってないな。ピントがね、合いにくいんですよ、これ。なかなか。カクッとね。これはね、メダカを変えた方がいいわ。はい。ちょっと曲がってんのかな、これ。だるま。はい。こんな感じでね、わかります？このリアルなんだけど、この一番大きいのが、やっぱヒレが透明だと、尾びれが全くね、わかんないですね。うわ、ちょっとすごい高速な感じだったけど。うん。これ全然ね、わかんないですね。やっぱ白はね。だから、そういう、透明なヒレだと、うん、撮影に向いてない。これはね、例えば、オロチとかね、その辺、ブラックダイヤとかなら、綺麗になっちゃうかなーっていうね。うん。あとは、まあ、工程だとかね。その辺ですよね。楊貴妃系のメダカ。その辺だと、うん、ヒレの先まで赤かったりしてね、綺麗にね、撮れると思います。これね、そうだな、ゴッドね、入れてみよう。はい。こんな風にね、やっぱね、五色系だと、綺麗に撮れるわ。うん。まあ、こんなね、
使い方もやっぱね、ちゃんと、いい感じに使っていかないと、やっぱり、うん。あ、いいじゃない。これね、なんか、いいか。こんな感じですね。どうでしょう。どうでしょうって言って。これ、ヒレ、尾びれ、あんまり良くないな。こっちはいいっすね。こっちは、初めて見たんだけど。なんかいい感じで、入ってますね、サシが。赤い感じがね、すごいヒレの、素晴らしい。綺麗ですね。で、これは、これ以上近くに寄ると、ピントが合わないっていう。まあ、実際に、やっぱこう、肉眼でね、見た方が、綺麗です。すごいね、鮮明に見えますんで、このスマホそんな悪くないんだけど、なんか、なんだろうね。なんか違うな。ちょっと、暗くしてみる。いや、明るく？どっちがいいんだろう。かなり今明るくしたんだけど、すごいことになるね。まあ、ピントが合ってるのか合ってないのか、ちょっと。まあ、こんな感じかな。ねえ。これをサムネしちゃおう。まあまあまあ、でもね、100均としては本当に100円だよ、これが。すごいよね。クオリティが高い。まあ、そんな感じで。はい、今回も良かったんじゃないかなと思います。はい、散乱してた。おぉ。ついに産んだか。ちょっとこれ選別しないといけないな、急遽。はい、まあ暖かくなってきたんでね、やっぱり、次々と産卵が始まってます。はい、じゃあ、こんな感じ。はい、どうだったでしょうか。セリアさんのメダカ観察ケースの白。ということでね、マット加工も施されてまして、はい、反射がね、しにくくなってます。光吸収するようになってますんで、はい。皆さん、またこの動画を見て、一人が3、4個買うんで、どうですか？まあ、2000再生ぐらいね、回ったとして、そのうち1000人が買うんだよね、多分。1000人だから、それかけるのね、4個。3から4個。だから4000個ぐらいはね、売れちゃうんで、早く行ってください。早く走って行ってください。はい。なくなっちゃいますよ。なので、一回ね、なくなるとね、またね、なくなったっていうので、またなくなっちゃうんで、話題性が出てきて。はい。じゃあ、早めに。お願いします。じゃあ、いいですか？ね。もうやることたくさんあるんで、もうやめます。もうこの辺で動画撮影を。いいですか？じゃあ、この辺で、ドロンします。メダカ族、ドベシタピヨヨン。もう今日から本当にね、いい感じで産卵始まってます。皆さん、頑張ってくださいね。なんかわからんけど。